くよです。葵だぜ。いやー、切ないゾンビ映画って初めて見たわ。コリン・ラブ・オブ・ザ・デッドのことか？つくよがホラー映画見るなんて珍しいな。絶対怖くないからって友達に勧められたのよ。っていうかすごいね葵。この映画知ってたのね。ゾンビ側から荒廃する世界を見つめたなかなか目新しいこの映画は、制作費わずか5800円にもかかわらず世界中の映画館で上映され各国で高評価を得てるんだぜ。5800円。冗談でしょ？壊れかけのビデオカメラ1台に紅茶とビスケットをギャラ代わりに、Facebook で100人ものボランティアをエキストラとして集めて撮影したそうだ。制作費をつぎ込んで大こけしたような映画の紹介ばかり聞いてたからにわかには信じがたい話ね。低予算で作られたにもかかわらず大成功を収めてる映画って結構あるんだぜ。じゃあ今回は低予算で作られたホラー映画を紹介しようか。え、ホラー映画限定じゃなくてもいいんですけど。最初に紹介するのはパージだ。2013年アメリカで制作されたホラー映画で監督は脚本家でもあるジェームズ・デモナコだ。ニューヨーク、狼たちの野望で監督デビューしてるぜ。やっぱりホラー映画で行くのね。1年に一晩だけ全ての犯罪が合法になるパージ法が施行されたアメリカで、極限状態に追い込まれた市民たちの姿を描いた作品だ。全てってことは人の命を奪うのもありってことなの？ありだ。経済が崩壊した後のアメリカで犯罪抑止や失業率の大幅低下、経済回復を実現するために設けられた法令なんだ。犯罪を合法化して経済回復なんてできる？人々は鬱積している恨みや不満を合法的に発散できるってことで、この夜以外はおとなしく過ごすようになったんだ。この夜だけは警察も消防も医療サービスも全て停止されるんだぜ。生き残れる気がしないわ。ルールもちゃんとあるんだぜ。基本的にパージへの参加は自由だから家に隠れてたっていいんだ。どんな道具や武器を使用してもいいけどレベル4以上のものは使用禁止。国に定められた政治家などの権力者の命を奪うことは禁止されてるな。なんかホラーっていうより暴力映画になってるんじゃないの？賛否両論だな。でも興行収入はアメリカで6447万ドル、世界では8932万ドルだ。全米2536巻で公開され週末興行収入ランキング初登場1位だぜ。制作費が300万ドルってことを考えればどんだけ稼いでるんだって話だ。300万ドル？そんなんで映画作れるの？5800円の話しただろ？まあ2017年に全世界で7億100万ドル以上の興行収入を記録して、ホラー映画としては史上最高の興行収入を記録した。いっとそれが見えたら、終わり。なんて3500万ドルもかけてるわけだけどな。3500万ドルもって言い方おかしくない？ホラー映画って実は低予算でもヒットが狙えるジャンル、として映画界で知られてるんだぜ。制作費が少なくてもクオリティ高く作れてさらにうまく話題になれば、大作並みのヒットを生み出せるコスパのいいジャンルなんだ。そうだったの。パージは1作目が異例のヒットを記録したことで、多数の続編やドラマシリーズまで作られてるんだ。じゃあ続編も300万ドルとかで作ってるの？2作目は900万ドル、3作目は1000万ドルで4作目が1300万ドル、5作目は1800万ドル。何それどんどんがってく。そんなもんさ。それでも興行収入はどれも1億ドル超えで、シリーズ累計世界興行収入は日本円にすると500億円超の超ヒットなんだ。やば。儲かりマッカーでんな。評価は賛否両論って言ったけどレビューでは、怖い。人間の狂気が垣間見える作品。12時間だけ全て許されるっていう着眼点は面白い。としながらも人の命がバンバン奪われてアメリカらしい。病んでる映画と見てて気が沈んでく人もいるようだな。イーサン・ホークが主演っていうのは見てみたい。でも怖い。どうしよう。お次はレックだ。2007年スペインで公開されたホラー映画で監督はジャウマ・バラゲロ。1999年に公開した初の長編ネイムレス無名恐怖で、その不気味な映像とショッキングなストーリーが評価され2002年、ダークネスで全米デビューした人だ。ホラー映画を撮り続けてるのね。レポーターが持つカメラを通して物語が展開される作風で、制作されたモキュメンタリー作品だぜ。POV ホラーってやつね。モキュメンタリーっていうのは、フィクションをドキュメンタリー映像のように見せかけるやつだっけ？そう、疑似ドキュメンタリーだ。以前紹介したのをちゃんと覚えてるとはつくよも捨てたもんじゃないな。捨てないで。消防士への密着取材中の撮影クルーたちが通報先の古いアパートに入ってみると、そこには謎のゾンビウイルス感染に襲われた住人たちがいて襲いかかってきたんだ。出た。ゾンビホラーだ。一人称視点ならではの圧倒的な臨場感と、
薄暗くて先の見えないアパート内の組み合わせがとにかく秀逸だと言われてるぜ。廊下の角や暗がりから飛び出してくる感染者たちが半端なく怖い。特に物語終盤に主人公の女性レポーターに襲いかかる恐怖は必見だぜ。私にとって必見とは見ちゃダメってことだわ。レックの制作費は200万ドル。興行収入は3250万ドルだ。本国スペインで大ヒットを記録し、ハリウッドでもリメイク版が制作されてるんだ。200万ドル、少な。じゃあこれも続編があるのね。レックの映画は全部で6作だ。レック2は制作費560万ドルで興行収入1850万ドル。レック3ジェネシスの制作費は640万ドルで1014万ドルだな。そして、レック4ワールドエンドの制作費は約295万ドル。興行収入は190万ドルだ。え、もしかして大こけした続編シリーズ？レックのキャッチコピーは何が起こっても撮り続ける。なんだけど最後には完全に開き直って普通のゾンビ映画になってるようだな。映画って難しいわ。リメイク版は2作あって、レックザ・クアランティンの制作費は1200万ドルで興行収入4121万ドルだ。もう一つがレックザ・クアランティン2ターミナルの悲劇で、前作のエンディングからの続きなんだけど評価は低いようだ。ゾンビ映画ってユーモア重視であまり怖くないって話は本当かしら？だとしたら純粋に怖さという意味でズバ抜けているのはレックかもな。ただ評価は分かれる。 POV ホラーの最高傑作という人もいれば、怖がらせるだけで中身がゼロなんていう人もいる。全体には高評価と言っていいんじゃないかな。続編やリメイクはやっぱり注意した方が良さそうね。次に行こう。グレイブエンカウンターズだ。撮影者が行方不明などになったため埋もれていた映像が第三者によって発見され、そのまま公開っていう、ファウンドフッテージとして描いたモキュメンタリー映画だ。また新しい用語が出てきたわ。それにしても怖すぎじゃない？全世界を絶叫させた怖すぎる顔ってどんだけよ。シール剥がしたとこみたいか？無理、やめて。封印って書いてあるじゃん。2011年に公開されたこの映画は、監督がザ・ビシャス・ブラザーズ。グレイブ・エンカウンターズっていうのは、超常現象や怪現象を専門とするテレビ番組を制作するチームの名称だ。さっきのもリポーターだったよね。そういう設定多いのかしら。やらせ番組スタッフたちが撮影に訪れたのは廃墟と化した精神科病院。いつものやらせの撮影とは違い、今回は本物の怪奇現象に遭遇することになったってわけだ。どうせやらせなんだからそんなとこ行かなきゃいいのに。やらせだからこそリアル感が必要だろ。この映画は怖すぎる予告編が話題を呼び、全世界で予告編が2200万回も再生された話題のホラー映画なんだぜ。予告編だけで稼げる映画って一体？もちろん映像はスタッフが撮影したカメラ映像という形式の POV、 つまり一人称視点だ。超体感型と言われるだけあって、作品への没入度は半端ないぜ。ホラーの体感型なんてお断りよ。畳みかけるように迫り来る霊の数がこれまた半端じゃないんだ。それに霊の怨念は時間と空間までをもねじ曲げ、何回も上がってきたはずなのに1回だったりと、廃墟は迷宮とかしてるんだ。脱出不可能？絶対絶命。やばい、すでに泣きそうだ。リアリティ番組制作の裏側が皮肉たっぷりに書かれてるのも特徴だ。霊の目撃証言が欲しいと思えば、新米作業員をベテラン作業員と表現するなんて朝飯前。テレビ出演と証言を渋る相手には袖の下で買収することも厭わない。何でもありかい。怪しい霊能者なんてのも出てきそうね。制作費200万ドルに対して興行収入540万ドル。俺たちがグレイブエンカウンターズだ。ってまるでゴーストバスターズみたいな。やんわりした質感で始まり、実写版アウトラストのような激ヤバ展開にハマる人が続出だ。サバイバルホラーゲームかい。確かにハマりやすそうね。もっと制作費あって ECG 使えたらな。惜しい。ジャンプスケアと心霊現象を巧みに使い分け、恐怖と緊張感を最後まで持続させてる。で、高評価は多いものの、私は怖くないって声に下げられてるかな。封印されたシールを剥がす勇気はないよ。お次はラストエクソシズムだ。2010年にダニエル・スタム監督が手掛けたホラー映画で、これもモキュメンタリーだ。これは1973年の映画エクソシストと関係ある感じ？ない。エクソシストシリーズとは何の関連もない。2006年の旅行先での監禁を書いたホステルでブレイクした。イーライ・ロスが制作を担当し、エクソシスト系のオカルトホラーを POV 撮影で映像化したリアルホラー作品だな。これも POV が売りなのね。だな。エクソシズムのまやかしを暴こうとした牧師と、ドキュメンタリー映画のスタッフたちが思いもよらぬ恐怖に巻き込まれるホラー作品だ。神父が悪魔に立ち向かっていくのね。インチキ神父だけどな。
主人公の設定が悪魔払いで有名だけど本人は完全に悪魔の存在を信じておらず、悪魔払いの儀式はいろいろなトリックを使ったショーだっていう意見を持ってるんだ。インチキをして有名になってる悪魔払い師なんだ。悪魔の存在に対して人一倍懐疑的な意見を持ってるのに、いよいよ悪魔付きとしか考えられないような状況になった時の説得力って半端ないんだぜ。なんか面白そうね。悪魔付きの少女ネル役のアシュリー・ベルの演技は必見だ。彼女の独特な雰囲気が悪魔に取り憑かれているのか、心が病んでいるのか、どちらかわからないっていう難しい役柄を完璧に演じきってるからな。悪魔付きってことは怖いんでしょう？そうだな。カメラを瞬きせずにじっと見据える目はすごく怖いな。顔立ちが整っていて透明感や清潔感があるから、逆にちょっと近寄りがたい怖さが宿ってるって感じだよな。美人って何やらせても良いのよねー。この映画の制作費は180万ドル。興行収入は6773万ドルだ。うわ、儲かってまんなー。なんで今日はおかしな関西弁が登場するんだ？こちらも続編で2013年にラストエクソシズム2悪魔の寵愛が公開されてる。制作費は500万ドルで興行収入は2544万ドルだ。やっぱり制作費上がってるね。ちなみに名作エクソシストは制作費1200万ドルに対して興行収入4億4107万ドルだな。比べ物になってない。エクソシストだって制作費は決して高くないもんね。ラストエクソシズムの評価も悪くはないぜ。楽しかったし面白かった。終盤のどんでん返しはもう圧倒された。フライヤーが最高にセンス良くて好きって感じだな。アシュリー・ベルが見たいから借りてこようかな。お次はインシディアスだ。ソーシリーズのジェームズ・ワン監督と脚本家のリー・ワネルが再タッグを組んだ作品で、2010年に制作されてる作品だ。そうって生き延びるために肉体的な苦痛を与えるゲームで、犠牲者の生きる力を試すってあれでしょ？日本でもソリッドシチュエーションスリラーと言われて人気を博した映画だよな。2004年に第一作が公開されてから9作品発表されてる。シリーズを通して綿密に張り巡らされた伏線も見事だし、新作が出るたびに期待を上回る作品を提供してくれるってすごいぜ。でも怖いんでしょう？ホラー映画で怖くないです。笑いますなんて紹介するわけないだろ。そうは低予算スリラー映画の元祖なんだ。先に喋っちゃうと、そうの制作費は120万ドル。興行収入は制作費の100倍近くを叩き出してるんだ。どんなストーリーなの？おいおい、今回はインシディアスの紹介だからな。え、だからインシディアスのストーリーよ。監督脚本がそうと同じなら気になるじゃない？そうか。興味を持ってくれて嬉しいぜ。正統派アメリカンホラーのインシディアスは、面白い幽霊ホラーが見たいという時はこれで間違いないって言われてるんだ。笑えるのはないけど面白いのはあるのね。根に持ってるのか？面白いから怖くないってことにはならないだろ？ある家族が新居に引っ越して間もなく長男が昏睡状態になってしまい、医者も原因がわからない。3ヶ月経って長男を自宅に連れ戻すことにしたんだ。するといろんな怪奇現象に襲われることになる。怪奇現象怖いんですけど。ホラー映画としてだけでなく親子の絆を描いたドラマ映画の要素もあるんだ。これはその後、誰もがジェームズ・ワンを残酷な描写を描く監督として分類したことが不本意だったらしい。ジェームズ・ワン監督は納得できなかったのね。インシディアスで監督として重要視したのは、監督がドラマやストーリー、キャラクターなんかに気を配っていて、そうのような描写はむしろ避けていることを示すことだったそうだ。作品が大ヒットして一人歩きしてしまうのが嬉しくもあり怖かったのかもね。評価からも高評価を受けたインシディアスは制作費150万ドルで、興行収入は9700万ドル以上を叩き出してるんだ。これもすごいわね。もちろん続編なんかもあるんでしょう？悪霊に取り憑かれた家族の恐怖を描いた2011年のホラー映画インシディアスは、2013年に続編インシディアス第2章、2015年に事の始まりを描いた、インシディアス序章、そして2018年のインシディアス最後の鍵の全4作だ。なるほど。シリーズ全4作の世界累計興行収入が5億ドルを超えるメガヒットシリーズに、5作目ができないわけがない。え？まさかの第5章制作中？2023年7月7日全米公開予定だそうだ。日本での評価も良かったならきっと日本での公開もあるわよね。怖くて最高だった。この1作で終わらせれば最高のホラー映画で終わってたのに、続編のせいで今ではこの1作目すら見返しても怖くなくなってきた。まさかの続編大こけ？いや、2章は500万ドルかけて1億6191万ドルだし、序章も1000万ドルかけたけど興行収入1億1298万ドル。
最後の鍵は制作費1000万ドルで興行収入1億6625万ドルだ。よかったー。第5章の公開が楽しみね。次に行くぜ。パラノーマルアクティビティだ。2007年のアメリカ映画で制作監督脚本編集をイスラエル出身のオーレン・ペリが務めてる。この低予算映画が大ヒットしたことで一躍有名になったんだ。才能のある人だったってことよねー。映画の仕事の他にゲームデザイナーとしても活動してるんだ。先に紹介するが制作費はわずか1万5000ドルだ。はい？ 1 万？映画の前編を監督の自宅で撮影されて7日間で完了したんだ。編集は監督の自前のパソコンだ。監督もそうだがキャストも当時無名の2人だしな。私も監督の家行きたかったわ。ん？登場人物2人なの？スティーブン・スピルバーグが大絶賛しリメイク権を得たそうだが、完成度の高さからハリウッドの一流の技術をもってしても、この映画の恐怖を超えることは不可能と諦めたっていう逸話もあるんだぜ。なんか鳥肌立ってきたわ。なんでもイタリアでは、この映画のテレビ CM を見た子供が恐怖でパニックを起こす事件が相次いで、クレームが殺到したんだそうだ。無理。私は見れない。ストーリーだけ教えて。同棲中のカップル、ミカとケイティは自宅で夜な夜な発生する怪奇音に悩まされていた。ミカはハンディカメラを購入し、その正体を暴くため日常の風景や寝室を撮影することにしたんだ。何が映ってたのか聞きたいけど聞きたくない。続編はトッド・ウィリアムズ監督によって制作され、2010年10月に公開されると週末の興行収入ランキングで1位になってるんだ。ちなみに続編は同性カップルじゃなく子供もいる家庭だな。パラノーマルアクティビティシリーズは何作あるの？ガイデンを含めた全7作だ。すべてつながりがあるものの毎回謎を読んで時系列もバラバラ。ちょっとややこしいかな。オーレン・ペリ監督は1作目だけ？制作には関わってるぜ。パラノーマルアクティビティ2が日本で公開されるにあたって、エッセイストで女装タレントのマツコ・デラックスさんに CM 依頼が来たんだ。え？パラノーマルアクティビティ2の？映画の CM？ そうだ。全米で多くの観客にこれまでにない恐怖体験を味合わせた映画に、日本人は耐えることができるのか。滅多なことには動じないマツコさんにぜひ体験していただきたいってな。マツコさんって怖いの苦手じゃなかったっけ？ CM はマツコさんをたった一人で試写会場に座らせ映画を体験するマツコさんの様子を、暗視カメラで捉えているものだ。上映後のマツコさんは想像を絶する恐怖体験にすっかり機嫌を損ね、怖かったわよ、と怒り爆発だったそうだ。でも続編でしょ？ 1 万ドルなんて低予算も1作目だけよね？評価はどうなの？1作目の視聴者レビューは賛否が分かれたんだ。怖くもなく、意味不明、アホすぎカップルのくだらない前振りからの、つまらないオチ。日本人には合わないと痛烈に批判されてる。上級者向けなのかな？それに対して面白くないと感じてるのはお客様的受け身姿勢で盛り上がりのシーンを期待して、エンディングを実感できてないから。実話じゃないけど実話風に撮ってる感じがリアルって声が返ってきてるぜ。あ、興行収入聞いてなかった。もう一度言おう。制作費1万5000ドル。興行収入は1億9335万ドルだ。すっごい。最後はブレアウィッチプロジェクトだ。1999年公開のアメリカ映画で監督と脚本をダニエル・マイリックと、エドゥアルド・サンチェスの二人で務めてる。あれ？これどこかで、あ、モキュメンタリーだ。だな。大こけした続編映画の紹介でブレアウィッチ2について話してるな。低予算にも触れてるが覚えてるか？つくよ。こんだけインパクトの強い低予算映画を紹介された後じゃわけわかんないわよ。ブレアウィッチプロジェクトは大学映画学科に在籍する3人の学生たちが、ドキュメンタリー映画の撮影のためある森へ向かう。その土地に今なお残る伝説の魔女ブレアウィッチの伝説が残る森で撮影を続ける3人は、不可解な出来事に遭遇し始めるんだ。モキュメンタリーと POV ね。登場人物とカメラの視点が同じで映画の世界にどっぷり浸れる反面、カメラを持って走るシーンや、パニックに陥るシーンが多いから寄ってしまうような状態になるデメリットもあるな。目の前がガンガン揺れたらいい気分ではないわね。そしてフェイクドキュメンタリー、つまりモキュメンタリーだ。ブレアウィッチプロジェクトは POV の火付け役と言われ、後の映画作品に多大な影響を与えただけでなく、ファウンドフッテージという撮影ジャンルとしての地位をも確立させたんだ。続編を大こけ呼ばわりしたけどすごい映画だったのね。魔女伝説を題材にしたドキュメンタリー映画を撮影するために、森に入った3人の学生が消息を絶った。1年後、彼らの撮影したスチルが発見され学生たちが、
撮影したビデオをそのまま編集して映画化したっていう設定だけど、もちろん脚本ありきだ。低予算って言ったけど、まさかの1万ドル？いや、6万ドルだ。それでも6万なのね。興行収入は2億4860万ドルだ。制作費と収入の差が最も大きい映画としてギネスブックにも載ってるんだぜ。素晴らしい。あれ？でも1万5000ドルは？そうなんだ。実はパラノーマルアクティビティが世界一ってことになったって話もあるんだ。ちゃんとした情報はまだ調べてる最中だ。悪いな。いいよいいよ。わかったら教えてねー。ということで今回は低予算のホラー映画を7本紹介してきたが、つくよどうだった？映画を作るのって長い時間と、たくさんの人手が必要だから莫大な制作費がかかるのは仕方ないことだと思ってたわ。低予算だからこその新しい面白さもあるから侮れないぜ。ホラー映画以外の低予算映画も教えてよ。機会があったらな。ということで、ご視聴ありがとうございました。